2008年ホームセンススケートカナダインターナショナルは2008から2009年シーズンのスケートカナダで国際スケート連盟主催2008-2009年シーズン ISU グランプリシリーズの第2戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2008年10月30日から11月2日にかけてカナダオタワのスコシアバンクープレイスで行われた。2008 2009ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2008年世界フィギュアスケート選手権の成績2007から2008年シーズンベストスコアランキング2007から2008年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキングおよび過去の世界選手権の成績に基づき1選手 最大に大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。大会までに招待自体や危険があり、男子シングル11名、女子シングル12、ペア8組、アイスダンス8組での開催となった。 競技会場のスコシアバンクプレイスのリンクは縦61メートル横26メートルである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。ありがとうございます。